お疲れ様。ああ、バイバイ。またねー。大手店長も行くんですか？はい、お疲れ様でーす。<laughs> ねえ。だいぶ噂になってますね。君がパートのお姉さんに告白して振られたって話。<laughs> <laughs> あ、めっちゃ面白いえ！面白いでしょ。 だってさ大学生の君がだよ自分よりだいぶ年上のお姉さんに告白したしかも振られたって <laughs> <laughs> うそうだよねそうだよね君は真剣だったんだもんね <laughs> <laughs> だいぶ噂になってますよ休憩室とかバイトの間でいいじゃんめっちゃ面白いけどな <laughs> みんなバカにして笑ってるわけじゃないよその。 バイトの休憩中に告白したんでしょ <laughs> 一緒に休憩いいですか?」って入ってって「年下ってどう思いますか?」って聞いたんでしょ漫画かよ <laughs> 少女漫画みたいってあでも告白されたパートさんもね別にバカにしてる感じはなかったよむしろなんか告白されるなんて機会なかなかないからさちょっとドキッとしちゃったみたいな言ってたよ まあでも仕方ないね彼知るんだもんね <laughs> まあ元気だしなよそういうこともあるって <laughs> なんであの人のこと好きだったのだって7個上とかでしょ結構な年の差じゃない君ぐらいの年の子って同い年とかさそれぐらいの子と付き合うのがまあ一般的ではないの 大人なところが好きだったんだへえじゃあ同級生とかはガキンチャに見えちゃってダメなんだはえー、難儀だねまあいいことだと思いますけどしても勇気あるよねいや同じバイトならともかくパートさんに告白するってハードル高くないえー、そうかなすごいなと思いました まあでもいいよね。好きだなって思ったら相手に伝えようっていうその心意気はすごく素敵なんじゃないみんなそのセリフのチョイスが面白かっただけで別に <laughs> 好きになったこと自体を笑ってるわけじゃないよ。紙パックの牛乳片手に <laughs> 年下ってどうですか <laughs> 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 LINE とかじゃないのインスタか今は。ああ直接告白したかったんだ。 いう男だね昔から年上が好きなのうん珍しいよね男の人ってさ結構年下がいいっていう人をイメージない私は結構あるんだけど私私を今まで付き合った相手ってことああどうだろうね まあでも年上もいたし年下もいたかなうーん私あんま年齢気にしないからあれだけどまあでも女の子からするとさやっぱこう頼りがいがあってとかね自分よりも稼いでてとかそういうのを気にする人もまあいるにはいるんじゃない <laughs> 元気出しなって。 大丈夫大丈夫君にもいい人が現れるってそんな落ち込まなくていいじゃんしかもなんかこっぴどい振られ方したとかそういうわけじゃないんでしょじゃあいいじゃん今まで通り普通にバイトはできるってめちゃめちゃいい振られ方だと思いますけどねえもっとひどい振られ方する人だって世の中にはあはははッフれた振られた言い過ぎ <laughs> ごめんごめんへえ ね年上が好きなんだよねなんであの人だったのスーパーのパートさんってさまあほとんどの人が君よりは年上なわけでしょ私含めてなんであの人がよかったのあー確かにママっぽい雰囲気あるよね甘やかしてくれそうっていうかさ優しそうな感じそういう人がいいの へえ意地悪なお姉さんよりは甘やかしてくれるバブミがあるお姉さんがいいんだバブミって年下に使う言葉だっけちょっと覚えてないけどなるほどねあん私みたいな意地悪なお姉さんはやだ何で私う食ってもないのに振られたのショックなんですけどやめてもらっていいですかこれでも一応モテるんですけど <laughs> 意地悪そうなお姉さんの需要っていうのも世の中にはあるんです <laughs> 今まで付き合った人もみんなそんな感じなんだ甘やかしてくれてっていう <laughs> 末っ子なのああやっぱり甘えたがりって末っ子のイメージない私私は長女一番上 <laughs> ぽい よく言われるお姉ちゃんぽいってお姉ちゃんぽいって言ってもらえるのもそろそろ年齢的にきついかな、はああ私も幸せになりたいさっきはあんな笑ったけどさ羨ましくはあるよ彼氏いるのに年下に告白されるなんてモテモテじゃんいいなえ私彼氏いないもん別れたの 一年半前とかかれうるさいな <laughs> 振られた文在で生意気な口叩くんじゃないよ <laughs> ねえ連絡先交換しない <laughs> 今までここでは会うけどさ知らなかったじゃんなんで <laughs> なんでかあーご飯とか行こうって誘いたいから嫌なら別にいいけどあ <laughs> まあ突然ではあるかそうかうんそうね正直さ今まで君に全く興味なかったんだけど面と向かって告白したいとかさそういうところ 最近の子っぽくなくていいなーと思ってあ恋愛対象として意識してるって話じゃなくてこう友達として面白そうだなって思ったのだからどうかなーってご飯くらい私みたいなおばさんは嫌ですか <laughs> ありがとうおっとじゃあ私そろそろ帰んないとだから。 うん、ちょっと火事が溜まってて <laughs> そうあじゃあまたねバイト頑張ってよし連絡先交換したお疲れ様ですみなみさん連絡先交換しましたあー緊張したええ全然余裕なんかないですよ 余裕そうな意地悪なお姉さんっていうのはこう周りからそう見られてるだけで南さんが一番知ってるじゃないですか私がそんなことないって <laughs> 南さんに彼氏いてよかったあいつと付き合っちゃったらどうしようってちょっと心配だったんですもん <laughs> いや知ってましたけどね知ってましたけど彼氏いるから振るんだろうなってでもやっぱちょっとでも そのおかげで、年上が範囲内みたいなことが分かったので、感謝もしてます <laughs> あ。うー頑張ります。年上がガツガツいってんなって思われたらやだから。うー、んうん、まあまあ、言うてまだ24とかですけどね。うん、頑張ります。<laughs> はい、また今度相談乗ってください。はい、お疲れ様です。 まずは第一歩よし頑張ろう <laughs> 年上好きでよかった安心した帰んないと帰ったら連絡しちゃおう